から中山、福田のスルー、福西のスルーで藤田のミドルシュート。ジュビロの得意のワンタッチプレーで3対1とジェフを突き放します。一番から大きなボールでね、これ最後の福西選手のこのスルーなんですけども、普通のスルーとは違いますね。もうそのボールをくぐるようなね、まず福西選手がこのポジションまで上がってくると、はい、こういった時には必ずこう得点に絡んでくるなという感じがしますね、ですからディフェンスも引かれる。これどうですか、福田選手なんかこういうスルーはやっぱりかなり相手のディフェンスを引きつけるでしょう。そうですよね、やっぱりあれは本当に決定的な、これ足で行ってたらどうですか、ディフェンス反応しているような気がするんだけど。